皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日は夕焼けの海を撮影しようということでですね、今回はなんとこちらの H&Y さんというメーカーのフィルターをお借りしました。でですね、こちら3個あるんですけど、まずこれがリバースっていうフィルターで、この下が明るくて上が暗くなっているこちらのフィルターと、これが ND1000 という円形のフィルターですね。シャッタースピードが遅くできるもの、こちらと、あとはこのホルダーですね。今これ何もついてないんですけども、例えばこの CPL をこういう感じで入れて、ここは CPL はこうやってダイヤルを回して調整することができるんですけど、でここにさっきのこの ND1000 を入れたりね、できるっていう。角型の方はこの前の磁石でね付けられるっていう、こういうものなんですけど、こちらをお借りしました。指紋ついちゃっててごめんなさいはい、ということで、今から海に行ってフィルターを使ってですね、夕日の撮影をしていきたいと思います。まあ、なんですけど今日ちょっとねかなり風が強そうなんで、なんか大丈夫か不安なんですけれども、まあ、とりあえずできる限りのことをやってみたいと思います。フィルターですね、これをつけていきたいと思います。でレンズ77ミリなので、これ77ミリのアダプターもつけてあります。これ今 CPL ついてるんで、とりあえず CPL ついてる状態で撮影します。このシーンでは CPL フィルターだけだと空と岩の明るさの差が大きいので、空側が明るくなりすぎて白飛びしてしまいました。はい、じゃあここでリバースですね、これつけていきたいと思います。ネジを、はい、あ、これでパチッといきました。一応不安だったらネジを締めるっていうことだそうです。あ、これ目で見た時も結構ね落ちてますね。最初の写真とリバースを入れた写真を見比べてみるとこんな感じになります。全然違いますよね。リバースを入れることで太陽があるところにちょうど ND の一番濃度の濃いところを持ってこれるので、全体の明るさのバランスがいい写真を撮ることができます。これだけでも十分かっこいいんですけど、これ今 CPL をちょっと ND1000 に変えてみたいと思います。オートフォーカス迷っちゃったんで一回外して、あ、ちょっとこういうことしてる間に日が崩れていく。ここでマニュアル固定して、でもう一回やります。それでもう一回撮ります。今シャッタースピード20秒にしてます。もうどんどんオレンジになってきて、いや、波めちゃくちゃ高いんですよ、これすごくない波。先ほどの写真と見比べてみるとこんな感じです。波の表情が変わって水面が雲のように
フラットになっていますよね。波の部分を拡大してみるとこんな感じです。望遠レンズがあればこういう構造を試してみてもよかったなと思います。おお、かっこいいんじゃないですかね。この水面メインの構図にしてみたので、ちょっとこのねフィルターの位置を変えてみました。これでもう一回ちょっと撮ってみます。もうちょっと無理かもしれないけど構図ちょっと変えましょう。こちらも比較してみるとこんな感じです。波の表情が全然変わってますよね。 ND 線の方は雲海みたいな幻想的な雰囲気になりました。空の色が変わっているのは時間が過ぎてだんだん雲の中に入って光量が少なくなってしまったからかなと思います。結構かっこいい感じで撮れたんじゃないでしょうか。ちょっと空がねもうだいぶあれなんで、まあいっか。じゃあ一回撤収しましょう。はい、ということで今回は夕焼けの撮影をしてみました。でこの H&Y さんのフィルターを使ってみたんですけど、すごいねこれ良かったのは、ここさっきもやってたんですけど、これ今 CPL が入ってる状態なんですけど、これをねこうやってシュッて外して ND 線にしようみたいな時はこうやってこうねスッてできるんですよ。だから結構構図を変えたりするときにND 線入ったままだと見づらいなとかよくあるんで、パッて入れてでポケットに入れといてでまたつけてっていうのをもう実際何回もやって、でしかも寒かったんで手袋したままやってたんですけど、そういう操作も問題なくできたんで、すごいそれがやりやすかったのが良かったなと思います。あと今回はね夕日っていうことでこのリバースですね、これこういう感じですね、リバースのフィルターを使ってみました。ここが真ん中が濃くなって上がちょっとソフトなグラデーションになってるっていうタイプですね。これすごい夕日のシーンの、まあ、被写体の状況にもよるんですけど、今回みたいなこうちょっと物があって夕日があってみたいな時にはすごいこれが合ってて、ここのちょうど濃くなるところに夕日の明るくなるラインを合わせると明暗差がちょうどよく埋まってくれるので、すごい印象的な写真を撮ることができて、このリバースが効いたような写真が撮れてよかったなと思います。でこれはなんか今回は1枚だけつけてるんですけど、
なんかこのフィルターを重ねることもできるみたい でその時はこっちに星マークがついてるんですけど、これをこっち全部星マークが向くように重ねていくということで、つけられるそうです。であとそう H&Y の人が言ってたんですけど、このフィルターがそのゴリラガラスっていうガラスを使ってるらしくて、まあ、なんかアメリカの会社が特許を取っているものらしいんですけど、なんかねとりあえずゴリラガラスっていう名前がすごいインパクトあるんですけど、素材が高級な素材でできていて傷に強いコーティングがしてあるっていうことみたいです。でなんかアスファルトの上に落としても大丈夫とか、なんか車で引いても大丈夫とか、そういう動画があって見せてもらったんですけど、すごい本当にね車で引かれててちょっと衝撃だったんですけど、だからねこう、まあ、私みたいなちょっと扱いがあまり丁寧ではないような性格の人でもとかね、まあ、女性の方とかでも使いやすいっていうことだそうです。落としてもね大丈夫っていうのはちょっといいですよね。やってみますかって言われたんだけどちょっと怖いからやめておきますけど、はい、まあ、ちょっと気になる方はその動画を見てみてください。H&Y さんの特徴としてはなんか特許をたくさん持っている会社ということで、なんかもともと OEM をやっていてフィルターをたくさん作ってきた会社で、なんかイギリスのカメラ雑誌での最も優れたフィルターランキング1位になったことがあるそうです。なんか私はその細かいところはよくわかんないんですけど、まあ1位っていうぐらいね、なんで結構その技術とかクオリティが高いものを使われているのかなと思います。まあ私が使ってみた感想としてはとにかく手袋しててもこう使いやすい、普通に問題なく使えたし、あとやっぱこのここですね、やっぱり私が一番いいなと思ったのはここです。これがもうチャッチャとスムーズにできる、こうなんかこうちょっとこういうものって繊細に扱わなきゃいけない印象があるかと思うんですけど、ある程度こうちょっと乱暴に扱ってもそこに耐えてくれるような感じ、これもねこうがカードがガードされてたりしてそういう作りになっているので、撮影の場所でこうどうしても今日みたいにこう風があったり波があったりするときにもうなかなかこう気を使うのが大変なときにはこういう作りであると、まあ、頼もしいのかなっていうふうに思いました。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。H&Y フィルターの詳細は概要欄のリンクに貼っておきますので、興味のある方はチェックしてみてください。この動画が少しでも面白かったとか役に立ったと思っていただけた方は、高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。そういえばさ、さっき YouTube 見てますって人に会ったの初めて僕初めて そう声かけられたんだけど嬉しかったです ねありがとうございます。誰なんだとか言って一緒に写真撮ってもらえばよかった。そう、ね、あ、声かけていただいた視聴者さんありがとうございました。すごいなかなかそのコメントをいただく機会はあってもなかなか直接お話しする機会ってほとんどないのですごい嬉しかったです。またぜひお会いしたら声かけてください。ありがとうございます。